いよいよ女神祭壇の儀が始まる。俺たちも打ち合わせ通りに動こう。は、お任せを。ええ、しっかり狙いは絞れましたからね。務めを果たしてみせましょう。先生、頼みにしているからな。君たち、緊張感が足りないようだが、我々が女神の塔に入っている間、警備が薄くなりそうな場所を特に警戒してくれ。先生、聞いてくださいます？お兄様ったらひどいのです。心配だからお前は棺の中にでも隠れていたらどうかなんておっしゃいますのよそれは冗談だと言っただろう。フレン、お前は私の後ろにずっといなさい、うん、君は教師としてしっかり生徒を指揮するように。以上だ。皆さん失礼いたします。時間か。さあ予定の場所に身を隠すぞ。怪しい者が入っていくことがあれば後を追って一人残らず捕まえる。推理通りだったらしいな。もう中央の奴どもに気づかれたか。わしが棺の封印を解くまで時を稼げ。はは。敵の狙いは奥のセイロス様の棺だな。棺を開けられる前に敵を倒してしまいたいところだが、床をよく見てみろ。何か仕掛けが施されているようだ。敵の武器をよく見て適切な場所で迎え撃ちながら進むのが良さそうだな。はい、出ます。おうさん、行けますよ。焦らず戦おう。はい、頑張ります。うん、行けます。私に任せてください。助かります。出るぞ。どうする？行けるわ。切り込むか。死神騎士よ、お主は強いのだろう。奴らを蹴散らしてきてくれ。貴様らの指図を受けん。惰弱な者の相手など退屈なだけ。なかなかの手だれのようだな。答えを感じる。まだまだ学ぶことは多い。
はい、これでいける。ありがとう。切り込むか。まだまだ遠いな。心強い。切り込むか。
くぞ。増援はまだ到着しないのか。奴らの背後をついてくれれば。技にも磨きがかかったか。いや、しすぎだな。物足りんな。強くなれる。どうさ、行けますよ。それ
経験が身になったか。一歩前進。あげちまったな。Ha!
来た。動かないと。ちょっと笑えませんね。警戒しろ。出るぞ。はっ、成長できましたか。はっ、すまぬ。
これが成長ってやつか。遅いわ。磨きをかけなくては。手遅れよ。封印はすでに解かれた。お主がなど。この剣は。侵入者はここか。って、あれも、モノども、生き残ってる侵入者ども、残らず踏んじばれ。はっ。さて、
あなた方が犯した重大な背信行為について大司教より沙汰がある。王国領主の先導、大修道院への侵入、大司教の暗殺未遂、整備余罪を調べるまでもないな。西方な、我々は西方教会などと関わりは、すでにあなた方の身元は割れている。神聖なる儀式を汚したことは聖職にある者にとってもはや根性に救いの道はありません。聞いていた計画とは違った。我々は騙されたのだ。何をブツブツ言っている。あなた方の魂が、やめろ、我々を処刑するなど。メギツネめ、こうやって幾人もの同胞を殺してきたのを知っているのだぞ。戦技は以上です。彼らを連れて行きなさい。というわけだ。暗殺計画も聖廟の襲撃も全て西方教会の仕業だったようだな。襲撃を指揮していた仮面の騎士の行方は用として知れないままらしい。しかし西方教会はなぜこのような。セイロス教も一枚岩ではないということだ。でで、教団の運営はガルグマク主導で行われる。かねてから西方教会は中央教会への不満を募らせていたのだろうな。ああそうか、先生は教会に一切近寄らず育ってきたとジェラルト殿が言っていたな。セイロス正教会はいくつかの教会に分かれてフォドラでの活動を行っている。最も大きな教会である中央教会はここガルグマクに本部を置き、西方教会はロナート教が兵を挙げたガスパール城よりはるか西、王国一の堅牢さを誇る城塞都市アリアンロットの向こう側に本部を置く。今回のことは西方教会が中央の権威失墜とレア様の排除を狙ったものだったのだろう。であれば当然騎士団は西方教会上層部の査問、いや討伐に乗り出すはずだ。とすると俺たちが任務を手伝うこともあるのでしょうね、殿下。ああ、だが珍しい人だな先生も。このフォドラに生を受けてセイロス教と関係せずに生きてこられたなんて信じがたいものがある。大司教様はなぜ先生を登用したのだろうな。あの西方教会の人たちはみんなレア様に殺されてしまったんですよね。仕方ないことだわ。教えに背くのは決してやってはいけないことだもの。相入れぬものは撃つしかありません。ですが先生、私はここにいたか。先生、大司教から話があるそうだ。来てくれ。大司教は生き延びたようだな。西方教会の豚どもになど元より期待はしておらなんだが。こうよ、秘宝と朗報がある。秘宝はセイロスの遺骸だ。棺にはそのようなもの何も入ってはいなかった。朗報はその代わりにあるものが棺に入っていた。おお、あの盗賊が、いや解放王の剣か。盗賊、まあよい、やはりと言うべきか。天帝の剣からは紋章石が外されていた。うん、そうであろうな。剣と石二つを一つところに保管するなどはありえぬ。だがその教師、天帝の剣の力を使ってみせたぞ。紋章石のない剣が赤き輝きを放った。なんだと？紋章石のない遺産を使えるはずが、いやそもそも解放王の血筋はそのようなわけが。うん、しばらく泳がせておくぞ。それより貴様に頼まれていた剣だが。なるほど、
聖廟への侵入者を撃退し天帝の剣を守ってくれたこと、その天帝の剣は英雄の遺産の一つであり、教団の所蔵品の中でも最も貴重な品です。ですが同時に恐ろしい武器でもあります。その剣はあなたに預けます。大司教、お待ちください。天帝の剣をこの者に託すとおっしゃるのですか？この者がたまたま剣を扱えたからとて、またネメシスのようなものが現れれば。解放王ネメシス、千年以上前に聖者セイロスによって撃たれた人間の王だ。かつてフォドラが邪神に襲われた際、主はネメシスに天帝の剣を授けたという。ネメシスはその剣で邪神を退け、フォドラを救って解放王とあだ名されたのだ。しかしその後は力に溺れていき、ついには自ら邪に染まって聖者に撃たれた。大司教、どうかお考え直しください。この者の資質をもう少し見極めてから。いいえ、私は確信しているのです。ネメシスの死後、誰一人として使うことのあたわなかった天帝の剣、長きにわたって封印されていたその剣を正しく使ってみせたのですから。わかりました。そういうことだ。大司教の信頼を裏切ることのないように。天帝の剣、解放王か。何やらわからぬ話ばかりじゃな。わしにはあのレアというものの考えがさっぱり読めぬ。なぜ最も貴重な品というその剣をお主などにホイホイと託せるのじゃ。何やら得体の知れぬ企みに巻き込まれているのかもしれぬな。それに気がかりは他にもある。前に見た英雄の遺産と天帝の剣には、その何という名じゃったかな、かそうじゃ、そやつが見せてくれた雷帝と違って天帝の剣にはぽっかりと開いた穴がある。明らかに何かが足りておらぬのじゃ。わしは分からぬことが恐ろしい。じゃがお主のことは信じておる。お主ならば何があろうと道を切り開いて行ける。そうじゃろ。はっ。